はい、こんにちは。ステレオカメラの相場です。今回ご覧いただいてますレンズは、ライカのですね、伝説的なレンズになりますね。ズミクロン 50mm の、振動タイプスクリューマウントなんですけれども、ですね、ご覧の通りレンズがこの琥珀色を帯びております。通称トリウムレンズと呼ばれるレンズになっております。はい、ご覧の通りズミクロン 50mm ですね。はい、縁が2でシリアルが1009530ですので、1952年のズミクロン 50mm ということになってますね。はい、まあ、トリウムレンズっていうのはですね、まあ、なんでトリウムっていうかというと、このレンズのですね、透明度解像度を上げるためにですね、トリウムという物質が配合されておりまして、それが経年の変化によってこの琥珀色、ちょっと黄色っぽい黄色みを帯びた色になってるんですよね。トリウムっていうのは、まあ、アトムレンズとか放射能レンズと言われておりますように、微量の線量ですね、放射線を発してるんですよね。はい、ですので放射線量計をこうかざしてみますと、わずかに値が上がるんですけれども、まあ、もちろんこの健康に被害があるような線量ではありませんので、まあ、ご安心していただければと思いますね。はい、まあ、24時間肌身離さずこう身近に置いておいたとしても、健康に何か影響があるような、まあ、線量では全然ありませんので、まあ、安心してお使いいただければと思います。はい、そんなですね、大変な線量だったらもう大変なことになっちゃいますからね。はい、ということで外観から見ていきます。はい、外観はですね、まあ、50何年以上前のレンズではありますけれども、至って綺麗な状態と言っていいと思いますね。はい、まあ、目立つようなすれ当たりへこみ、のようなものは見当たらないですね。まあ、うっすらと経年感みたいなものはあるんですけれども、はい、本当に傷んでるな、ボロだなっていう感じは全くしないです。はい、このフロントの黒い部分もですね、樹脂も劣化しておりませんで、非常に綺麗ですね。マウント部も綺麗です。はい、まっすぐ見ていただいて、こう落下して歪んだりとかですね、こうガタガタしたり、動画に強くぶつけたような跡は全く見当たらないですね。はい、もうレンズも非常にこの黄色っぽいのが非常によく見えてますね。はい、シリアルから判別しても紛れもないトリウムレンズだということがお分かりいただけます。はい、でレンズですけれども、前玉にですね、どうしてもですね、この薄い拭いたすれがどうしても出てきてしまってますけれども、まあ、撮影においてですね、まあ、影響の出るレベルではありませんね。この表面のコーティングもしっかり残ってますので、コーティングが剥がれてしまうようなこの拭きすれではありません。はい、で、不死白玉は綺麗ですね。はい、中玉にも曇り、カビ、バルサム切れは見当たりません。チリやホコリの混入もですね、ほぼほぼ見当たりませんけれども、まあ、ゼロではないかもしれませんので、まあ、全体的な整備清掃調整をご希望いただける場合はオプションからお選びください。はい、格安で受け負わせていただきます。で、絞りですね、絞りも、はい、滑らかに動いてますね。はい、油の乗りとか羽の痛みもないようです。見当たりませんね。はい、振動も滑らかに動いてますね。はい、ロックもしっくりと閉まってまして、こう絞りを動かしてグラグラ動いたりはしないですね。でもって、このピントリングも非常に滑らかに動いてますね。はい、軽く動いてますけれども、スカスカ感は全くないですね。きちんとちょうどいいトルクで動いてます。はい、グリス切れのスカスカ感や、固着して動きムラがあったりは全くしないです。はい、無限ロックもきっちり効いてますね。はい、ということで、外観光学内部の機構ですね、全く問題のないズミクロン 50mm、スクリューマウントトリウムレンズですね。はい、付属品がリアキャップと、こちらのですね、
ちょっとメーカーはよくわかんないんですけれども、まあ、ドイツ製のフロントキャップじゃなくて、フィルターですね。がついております。はい。色はついておりませんので、普通の UV フィルターとして普通にご使用いただいて大丈夫だと思いますね。せっかくいいレンズですので、こうフィルターをしっかりご使用いただいてですね、レンズを保護していただけたらと思います。そして、フロントキャップもついております。はい。ということで、大変貴重なレンズで、しかも非常にいい状態のズミクロン 50mm 人動タイプ、スクリーンマウントトリウムレンズになっております。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。